にちは。 UTY テレビ山梨アナウンサーの青木美奈です。今回は北杜市にあります清里フォトアートミュージアムにロケに行きました。さあ、学芸員の綱さん、今限定のヤングポートフォリオ展という作品展が開催されているんですよね。はい、世界22名の方の136点を展示しています。非常にこうエネルギーに満ち溢れていた作品でしたね。そうですね、世界の若い人たちがどういう世界を見ているのか、ぜひ作品をご覧いただきたいと思います。はい、そしてその作品を出展されています写真家の高島さんにもお越しいただきました。高島さん、北杜市ご出身なんですね。はい、この北杜市の環境というのはちょっと作品作りでも影響を受けているところとかあるんですか？はい、やっぱりここで育ったエネルギーが存分に作品にも出てると思うので、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、本当に引き込まれる作品でした。ということで、放送ですけれども10月7日の水曜日午後6時55分からです。ぜひ皆さんご覧ください。